こんにちは。こんにちは。ジャパンフラワートレーニング岡山教師の長です。おはようございます。どうも、ミゲルです。はい。はい、今日は、久しぶりのカタロウシリーズ。カタロウシリーズですね。まあ、見てわかるんですけど、今回はアジサイ。アジサイ。ついてる。そう。ついてる。ね、これはね、すごいですね。いいですね。いろんな種類がありますが、さて、ちょっといろいろ喋ってみましょう。そうですね。いいぞ。おぉ。アジサイとマホイミオクレイなんですけれども、はい、まあ、主にその切り花、はい、鉢物ともに流通しております。そうですね、はい、まあ、主にその鉢物のイメージだと結構全部大きいと思うんですね、うん、まあ、切り花を結構流通しております、はいはい、まあ、とりあえずとにかく種類が多いですね。すごいありますね。わけわからない。まあ、ここに並びとるだけでも、まあ、結構違うものが色もまあ違います。そうですね。だっていうのも先からボリューム感も全然違うし、はい、とにかく種類が豊富です、はい、で、まあ、切り花は結構おしゃれな花としての認知度が高くて、うん、まあ、インスタとか見てもドライフラワーにされたり、そうですね、あとリースを作られたり、あ、かわいいな、結構ね有名なんですよ。うん、もう鉢物はだいたい4月から6月が最盛期になります。まあ、梅雨時期の前に合わせて。そうですね。で、母の日商品としても結構取り扱いが多い。多いですね。もちろん母の日前から母の日にかけてが一番流通量が、うん、そうですね、多分生産者もそこに調整して、うん、そこからちょっとこう入荷量減ってきたりするので、はい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 、実際のこう路地で咲く時期にはお店で売られる流通量としてはちょっと減ってる時期にはなりますね。そうですね、はい、あとは、まあ、切り花は、まあ、5月から10月まで結構細く長く、そうですね、ずっと結構長いでね、はい、うん、あるんですよね。で、結構ね、国産だけじゃなくて輸入が多くて、うん、輸入も多くて、まあ、一応3割近くは占めて、はい、そうですね、まあ、遠くはオランダとかコロンビアとか入荷はしてるらしいです。国内の主な産地は、まあ、愛知県の渥美地域を中心とした、はい、そうですね、多いですね。愛知は花が多いですね。多いですね。いろんな花がね、うん、豊富ですね。アジサイはじゃあ、まあ、一体どういう感じなのみたいなところで、はい、まあ、いろいろ話したいと思うんですけども、まあ、アジサイに結構似たビバーナ。あ、ビバーナ聞きますね。これはアジサイではない、はい、ないんですよ。まあ、形は似ているんですけれども、大きさがですね、そう、違うんですよね。はい、まあ、違いが、まあ、アジサイでこう葉っぱがこう1枚こう雫型みたいになってるんですけど、はい、リバーナムは葉が3つになっているような形になって、まあ、そこでちょっと見分けが、ね、見分けがきやすいですね。いいですね。こういうリバーナムとその後ろにアナログ、はいはいはい、似たような姿形になっている。そうですね。咲く前のアナログにちょっと、ああ、よく似てますね。よく似てるの、ね、はい。あとはアジサイは毒が、おお、すごい。引き身みたいな感じ。そうですね。ちょっと分かります。ちょっと何時かどうかはちょっと分からないけど、ちょっと言っちゃいますけど、アジサイ毒があるんですよ。なのであのね、料理の飾りとして、この切って添えて出したものをお客さんが食べて食中毒になるっていう、あ、そういうこともあるんで、そうなんですよ。おしゃれだなと思ってそういったことをされるとちょっと注意が必要です。あ、それはしそうですよね。そうなんですよ。おしゃれ、まあ、花の知識がなくてもこう見た目が綺麗でね。そうなんですよね。インスタとかにやったら真似しちゃいそう、真似しちゃい感じになるんですけど、ダメですから、これは気をつけてください。ダメです。まあ、アジサイって結構水が下がりやすい。そうですね、水が下がりやすいんですよ、はい。で、まあ、ちょっと切り花、まあ、うちの姉も切り花を買って、はい、花瓶刺したら潰しなくなって、うん、もうみたいな、速攻でなっちゃうんですよね。多分なんか処理しないと。そうなんですよ。ね、まずね、いらない部分の葉っぱ、できるだけ葉っぱを落として、はい、その蒸発させる量を、はい、少なくさせる、少なくするね。あとは茎を鋭く斜めに切る、スパッと、スパッと切らないといけないんです。なので、まあ、切り味のいいハサミが立たないようにな、そうですね、そういうのが、はい、ね、で、大事なのが、ね、茎の中に綿がありますね、あれを取り除いて、おっと、そうすると吸いやすい。そうですね、
で、あとは新聞紙にくるんで、まあ、半日ほど深水につけていただくと、まあ、水が上がりやすいらしい。結構大変な。そうなんですよ。他の花に比べて、そうすると長持ち、そうですね、姿が長く楽しめるところはちょっとしてみてもいいかもしれないですね。アジサイって結構種類があるんですけど、まあ山アジサイ、ガクアジサイありますね。よく聞かれますけども、西洋大体ここら辺にあるのが西洋アジサイですね。これがそのアナベルってさっき僕言いましたけど、これアメリカアジサイって言って、アメリカのリノキっていうのは別名で、アメリカ大陸とかで見つかった品種だから、この西洋アジサイってもともと日本のアジサイからヨーロッパに渡って品種改良したものなので、これとアメリカアジサイちょっと性質が違ったりそうなんですね、しますね。だからこれも普通のアジサイで、ガクアジサイっていうと真ん中のところが、まあ、咲いてないとか咲いてるんですけど、はい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 、こう他にこうピョン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 、ああ、はい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 、ガクが、ね、はい、散らばってるものですね。アメリカアジサイはアナベル、これも白色ですけど、あとピンクアナベルとか、そういったのがあって、花芽の多分つける時期がちょっと違うので、見分けじゃないですけど、育て方が違う。あ、なるほど。結構西洋アジサイとか普通のガクアジサイは、その花が終わった後すぐ切って、その2節ぐらい残して、同タイミングで切ってあげて、翌年に花芽をつけるみたいな感じなんですけど、アメリカアジサイは2月ぐらいまで多分花芽、2月ぐらいまでにその切ってあげれば、はいはいはい、翌年花芽つけたり、翌年がその年か、はい、花芽つけたりするので管理もしやすい。あ、そうなんですね。生育も旺盛だし、はい、管理もしやすいし、この大きい白いやつ、まあ、ピンクが花芽とかピンクなんですけど、いわゆる豪華な感じになりますよね、はい、そういったいろいろあるんで、ちょっと好みがね、アジサイがあれば育ててみるのもいいかなと思いますね。はい、流れなんですけど、やっぱね、種類が豊富なんですよ。そうですね、一番最初に読みます、はい、まあ、パッと言っただけでもそのダンスパーティーが手まり手まり、万華鏡、オーカランプ、デュークルコンペイト、うん、乙女のない国演作、スターマイティーパープルとか、種類がもうとてつもない、とてつもない、忘れちゃいましたね忘れちゃいましたね、すごいね。なので、まあ、せっかくお庭に植えられるんだったら、はい、まあ、家の雰囲気とかお庭の雰囲気に合わせて、ね、まあ、どういった種類があるかなっていうのを調べてから、買われるといいですね。はい、あとは、まあ、アジサイは結構ね、植えた環境で結構左右されるんですよ ね、 ですね、まあ、特に一番大きいのは土壌の影響が結構大きいので、土壌のそのアルミニウムの含まれる率によって、その花の色が赤だったり、ピンクだったり、パンクに赤だったり、青に変化するような形になるんですよ。酸性度が高いと青色、うん、はははは、アルカリ性度が高かったら赤色、はいはいはい、まあ、よく化学、理科の実験をしたやつですけど、うん、だから日本の土壌、まあ、よく聞く雨は弱酸性、はい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 、だから大体青色の、ずっとほったらかしてると青色のアジサイが日本は多い。アジサイっていうとイメージみんな青だと思う。そう、アジサイ寺も結構そう青い、うん、青いアジサイが多いですね。だから青色っぽいアジサイが多い。だからちょっと色を変えてあげようと思うと、その用途を変えてあげると、そうですね、いけない。だから酸性のところからアルカリ性にしようと思うと、まあ小石灰とか黒石灰、はい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 、そういうのを混ぜてあげるとアルカリ性に近づくので、うん、逆に赤色から青色に変えたいっていう人はピートモスとかっていう用語を使うと酸性土壌になるので、そういったもので変えていく、で色を変えてみたりとか好みの色にしてみるっていうのも必要かもしれないですね。ちょっと難しそうだなっていう人は専用の肥料が売っているらしいので、うん、まあ、それを撒いてあげたら、まあ、土壌の変化が、で、まあ、お花の色も多少はコントロール、そうですね、はい、はい、ただ、アジサイ結構気まぐれで、その光の当たり方とか環境によっても花の色は変わるらしいの で、ね、もうその子の個性といいますか、 ね、その場所に合ったような描き方をするので、うん、まあね、違うやねんかーみたいな感じで、まずに
まあこの子らしく可愛がってやるのが一番、はい、それが一番だと思いますね。はい、はい、というところで、はい、愛妻を語ってきました。はい、皆さんぜひですね、そうですね、お気に入りの人たちを見つけたり、まあお気に入りの一本を買わせて、ね、楽しんでいただけたらと思います。はい、はい、じゃあ、よかったなと思う人は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。じゃあね。じゃあね。